一ノ江境川浸水公園は、東京都江戸川区一ノ江一丁目、五丁目、六丁目、一ノ江町、二ノ江町、船堀七丁目付近を流れる一ノ江境川を利用した浸水公園である。野川の再生をテーマとした公園で、全長は 3.2km に及ぶ、平成7年4月1日より順次開園した。また翌年には、地域住民により、 市野江境川浸水公園を愛する会が発足、平成20年度に第19回緑の愛語、厚労者国土交通大臣表彰を受賞、平成23年度には手作り郷土賞を受賞した。公園内には夏に小さな子供が遊べる、水の広場が3カ所、車椅子用トイレが4カ所あり、10月には中央市野江ふるさと祭りが開催されることでも知られる。 一のえ境川浸水公園一のえ境川浸水公園は野川の再生をテーマに自然に近い水辺を目指して整備された。魚や昆虫、水生植物が生息できるように新中川の自然水を流している。ハゼ、スズキ、テナガエビなども見られ、冬から春にはカモが開い豊かな自然と触れ合える浸水公園である。また、 約2800本の樹木が植えられソメイヨシノ、クスノキ、サツキ、アジサイなどが見られる。市野江境川はかつて東市野江村と西市野江村との間を流れ、用水路や船の運航路として活用された清流であった。しかし、昭和30年代頃から進んだ都市化により、生活排水が川に流れ込み河川環境は悪化の一途をたどったという。 それから約40年を経て、野川の再生をテーマに、浸水公園を整備。平成7年3月に、今井街道より上流が、翌年4月に下流が完成した。全長は 3.2km に及ぶ。また、同年、地域住民が集まって、市野江境川浸水公園を愛する会を発足、蘇った清流の浸水公園を後世に引き継ぐ、ことを目標に活動している。 平成18年には、市野江境川浸水公園の沿線が、景観地区となった。市野江境川浸水公園を愛する会は、同公園の清流を守り、後世に受け継ぐ、ふるさとづくりを目指し、平成8年に設立、市野江境川流域の町会、自治会、子ども会、くすのきクラブ等18団体により構成され、会員数は1万7000世帯以上に及ぶ。 毎年夏には、早朝清掃、自然観察会秋には、秋の虫の歌声鑑賞会、秋の一斉美化運動等の行事を開催。浸水公園を訪れる住民の自然空間に、関する意識向上及びふるさと愛護神の啓発に、貢献し、平成20年度、第19回緑の愛護、厚労者国土交通大臣表彰や平成23年度、手作り郷土賞を受賞した。 また、江戸川区は5つの浸水公園などの整備と、区民ボランティアの活動により、平成27年第1回、美し国づくり景観大賞を受賞した。美しは、馬市と読む。市の江境川浸水公園には幼い子供が夏に利用できる水遊び広場、ジャブジャブ池が3カ所あり、すべてに水のシャワーが設置されている。池の水は、 境川本流の流れを迂回させ水道水を循環利用、江戸川区内の水遊び場の中で初めて清掃を必要としない露過設備が整備された。平成29年のジャブジャブ池は7月1日から8月31日まで開設された。市の江境川浸水公園には平成28年3月の時点で156本の桜の木が植えられ、 主にソメイヨシノが干渉できる。3月中旬に、寒日桜、3月下旬からソメイヨシノ、しだれ桜、4月中旬には、ウコンと山桜が見頃を迎える。また9月頃から開花が見られ4月中旬に見頃を迎える2期咲きの10月桜もある。しだれ桜は、上流の市の江5丁目にある庭園風の公園、市の江末光邸でも数本が見られ、 中流では一の江七丁目の観王寺に一本、下流では船堀六丁目の古民家、光日草の前にも植えられている。またソメイヨシノは下流沿いの公園などでも見られる。江戸川区一の江一丁目2番17号。江戸川百景123に選定。大正9年に地域六校の小学校が合併。水江神城高等小学校が建設されたが、 大正12年関東大震災で損傷。市野江地区の低学年児童は合併前の小学校、市野江文教場に通った。市野江文教場の森公園は震災からの復興を願いながら学んだ記憶を今に伝えようと平成26年に開園。園内には当時の写真を記した石碑や文教場で子供たちが履物を脱ぐ際に使った。 くつのぎ一種が置かれている。江戸川区一野江5丁目13番16号。江戸川百景32に選定。一野江末光邸は、江戸時代から真っ光を作っていた、旧東一野江村の旧家、真っ光や田沢家跡を庭園風に整備した公園である。園内の庭には、樹齢750年以上のタブノキがあり、真っ光作りの際、タブノキの葉を乾燥させ、 石薄で引いて真っ向に加えていた。庭園では春に紅白の梅やしだれ桜の花が、秋には紅葉が見られる。園芸植物展も開かれ季節ごとに、春の七草、桜草、さつき、紫陽花い、きなどが鑑賞できる。またことの鑑賞会や茶席、ひな人形や五月人形の展示など、様々な催しが行われている。 江戸川区一の江五丁目十二番四号。原っぱを再現したような広場。虫たちを守るために整備され、案内板には思いやりを持って観察するように記されている。毎年九月に地域の子供たちなどが参加する虫の音の鑑賞会がある。簡単とは直子メコオロギ科の昆虫の一種を指す。上等電車の橋梁モニュメント。 江戸川区市野江6丁目19番1号付近。市野江境川浸水公園と今井街道が交差する橋に電車とトロリーバスのミニチュア像があり、浸水公園の川には線路がモニュメントとしてかかる。線路は1925年から1952年まで東荒川と今井を結んで走行した上等電気軌道江戸川線の後で、1918年に、 小松川線を開通させた上東電気軌道の経営による路面電車が走っていた。上東電車は一行編成で車両の形から、マッチ箱電車、また発車合図のベルの音から、チンチン電車とも呼ばれ、春には、篠崎包みの桜を見る人で満員になったという。上東電車は1942年に東京市へ移管翌年の都政施行で、 東京都交通局の運営となり、都電26系統として運行されたが、1952年に、今井と上野公園を結んだ都営トロリーバス101系統に置き換えられて廃止。そのトロリーバスもまた、1960年代の人口急増と車の普及に伴い、交通渋滞など道路事情が悪化し、1968年に廃止された。 今井街道の市野江5丁目バス停から市野江、境川浸水公園へ向かう歩道には、トロリーバスの記念タイルが埋められている。江戸川区市野江6丁目19番1号付近。江戸川百景38に選定。市野江駅から松江商店街へと続く。今井街道は、市野江境川浸水公園を境に、東側の市野江商店街を花水切ロード。 西側の西市の絵商店街を白崎通りと称す。街道の両側に2キロメートルにわたって240本の花水木が植樹され、4月下旬から5月上旬に紅白の花が街道を彩る。電線が地中化されているため、すっきりとした空と花水木並木が眺められる。江戸川区市の絵6丁目17番27号。村磯目工場の鉄塔に干された床衣地が空に、 たなびく様子が江戸川百景28に選定。村井染工場は昭和11年に東小松川で創業、昭和14年に現在地に移転し、市の江境川で洗いを行っていた。川が浸水公園となってからは井戸水を引いて工場内で作業している。二代目村井米田敷氏は12歳から家業に携わり、平成2年東京都伝統工芸士に認定。 平成27年には東京都から東京マイスターとして表彰された。村井染工場では暮らしの洋風化に伴い、現在は浴衣地よりも手拭い作りの方が多い。また、伝統の中染めによる染めにこだわり、手作業で裏表を同じ色に染め上げる。中染めは機械生産にないぼかしの風合いが出るという。中染めを行う染め業者はかつて周辺に三十数社。 あったが、現在は、東京に4社しかないとされる。江戸川区船堀7丁目19番15号。毎年3月から11月に、東京都淡水魚養殖漁業共同組合で金魚の競りが見学できる。開催日は4月から9月は毎週木曜日、それ以外は、各週木曜日。3月の初競りでは、和金、卵中など、約15種10万匹を、 中買人が競り落とし、主に観賞用や金魚救い用として卸売りされる。江戸川区の金魚養殖は明治時代末頃に始まったが、昭和40年頃から都市化の影響で生産者が関東近県に移転。最盛期に23件あった江戸川区の養魚場は現在2件となった。江戸川区産の金魚は全日本金魚品評会で農林水産大臣賞を 数多く受賞。現在も、江戸川流金と称され高評価を得ている。余談だが、同組合の正門前にある街路樹は、金魚椿と少子派が、金魚の形に見える。また、都営新宿線の船堀駅のスタンプには、金魚、市野駅のスタンプには、恋が描かれている。江戸川区船堀六丁目七番十三号。全国屈指のラーメン職人の店、大島は、 トルコリララーメン大賞、味噌の名店部門で4年連続1位を獲得。店主は、札幌味噌ラーメンの名店すみれで12年間修行を積み、平成25年に、市の江栄川浸水公園近くに店をオープンさせた。江戸川区船堀6丁目11番。マンション敷地内に残る小さな隠れ、古民家。しだれ桜が鑑賞できる。口日する。 船堀七丁目の新川桜館、六丁目の船堀、日枝神社と共に、江戸情緒を考える会が主催する、庭園鑑賞と、砂防、和風文化などのイベント、江戸楽遊にはカフェの会場として利用される。普段、古民家の中には入れないが、近隣の NPO 法人悪と、江戸川助け合い、ワーカーズ桃が運営するカフェ、町カフェ広場桃に、事前予約を入れると、 フル民家の中でランチができる。市野江境川新水公園の下流終点から南に100メートルほど進むと、江戸川区船堀7丁目一番地1号付近で、新川に到着する。新川では、平成19年から桜の植樹と江戸上地をある、町並みを整備する新川千本桜計画がスタート。平成26年度には、 新川全 3km の耐震護岸という歩道の整備が完了。平成30年3月時点で両岸に20種718本の桜が並ぶ。毎年開催される新川千本桜祭りには、手こぎ線も運行し、江戸川区の桜の名所となった。また船堀7丁目には、江戸時代の大棚を再現した地域交流センター。 新川桜館や小江戸橋が作られ、川口の西水門には高さ15メートルの日の宮蔵も整備。江戸城を体感できる千本桜の風景は江戸川百景47に選定され、平成28年には新川千本桜沿線地区が土木学会デザイン賞で優秀賞を受賞した。新川は江戸時代、市中に物資を運ぶ水路、特に行徳の塩を運ぶ。 塩の道として利用され、沿線には、味噌や醤油を売る店、料理店などが立ち並び賑わっていた。第二次世界大戦後、昭和22年に、農地改革が行われるまで、多くの寺院は広大な農地を所有し、多数の商作人に工作権を与え、商作料を得ることで寺院を経営していた。市野江境川浸水公園沿線の寺院も市野江、境川を、 農地の用水路として利用したと考えられる。関王寺、戦時教室を免れた、盆昇校、久山連行院、関王寺江戸川区一野江七丁目二十三番十一号。一野江駅西口から徒歩七分。厳急に年震厳州の空年が解散。昭和元年の地に、日蓮宗総本山、身延山駆動寺三世となる日清が改修した。 江戸川区の有形文化財に指定された盆晶は、元禄11年江戸幕府御用を務めた芋の氏の名石、釜屋六衛門が鋳造したもので、戦時教室を免れ区内に残る中では、最も古いとされる。修労堂の横には、しだれ桜があり、境内には他に、千葉県にある大本山、清澄寺の日蓮像を、縮小復元した銅像や江戸川区、 登録有形文化財の筆骨化がある。新高志園、宮沢賢治の可避国中会、新高志園に江戸川区一の江六丁目19番18号。昭和3年に作られ現在は国中会本部とその霊病、老人ホーム、委員があり、池では大がれ連を鑑賞、春には桜祭りも開催される。国中会は純正日蓮主義を唱えた田中学が、 大正3年に組織した在家仏教教,教団で日蓮宗とは別団体。当初は国家主義的な行動を取ったが、現在は国から認められた宗教法人で政治的活動はないという。幼少時の田中智学は、一ノ江六丁目の明覚寺29世、地坂院立新を師として、明治3年10歳の時に特度した。国中会は、作家、 宮沢賢治が会員だったことでも知られ、昭和57年、宮沢賢治の50回喫煙前のため、新高市園内に、自世の歌二首が刻まれた歌碑が建てられた。また、大正12年、賢治の妹都市が亡くなった際、賢治は、静岡県美保にあった、国中会本部で、都市の文骨の老骨手続きを取っており、 新高支援の霊病には、都市の骨と賢治のイカたちが収められているという。国中会本部によれば、イカたちとは、賢治直筆の手紙である。賢治の墓は、岩手県花巻市の日蓮州寺院、三、寺寺寺寺にある。長勝寺、上行菩薩皮膚にご利益、都市江山前学院、長勝寺江戸川区一の江六丁目19番5号。 天章11年解散の日蓮宗寺院はじめは錦島山明覚寺の達中で、長勝寺開祖、維新は妙覚寺、第九世比重の弟子だった。元禄の,の頃から盛んとなった、岸も神信仰により祈祷所として流成した。境内にある、上行菩薩像は、美肌、皮膚病などにご利益があるとされた和紙でこすって祈願する、参拝者が現在も訪れる。 境内から痛みが多数見つかっている。明覚寺、明剣菩薩寿命を伸ばす、福徳金島山東学院、明覚寺江戸川区一の江六丁目19番1号。公安7年解散の日蓮主寺院。開祖は、豪族、千葉市の出と伝わる日前で関王寺回帰、日清に指示したとされる。境内には、日蓮堂像や、明剣道などがある。 北斗七世を神格化した妙見菩薩は、北神菩薩とも称し、国土を守って、災難を除き寿命を伸ばす福徳があるとされ、武家の守護神として、千葉市など地方豪族が帰依したという、江戸川区登録有形文化財として二幅の、資本牧所大曼荼羅を所蔵する、市の江保育園を経営。法要寺、子供寺筆子塚摂樹さん三つてる院。 法要寺江戸川区西一の江三丁目二十三番一号。大英元年帝誉れ法要が解散した浄土修寺院。本尊は阿弥陀如来。寺小屋を開いてたことから子供寺と呼ばれた。寺小屋は法要寺二十二世、原始月羅追が江戸末期から明治諸島にかけて開設、旧東小松川村、松江村、水江村一帯から筆子が集まったという。 境内にある海保マレ承人筆小塚は、江戸川区の登録文化財。筆子塚は教え子たちが師匠を忍んで建てた、供養塔、墓石のことで、今日は2年に没死した、海保マレの墓石には、筆子を指す読書主席門人が建てたとの記載がある。現在は、松江光幼稚園を経営。妙恩寺、岩病治癒編目の船、伝説用山不動院。 明恩寺江戸川区一の江五丁目八番二十号。研究元年吉江が解散した、新温州と与山派の寺院。江戸名所杖にも載っている。本尊は、木造十一面観音立像、春日仏士作のビンズル尊者像も祀る。境内の薬師堂でも春日仏士作の薬師如来を祀るが、この薬師には祈願すると眼病が治る。固めの船伝説がある。 眼病の娘が二十一日間の眼掛けで目が治り、お礼に池に放った船が皆固めになったという伝説があり多くの祈願者が訪れた。本堂内陣の脇壇にある木造阿弥陀三尊像は、江戸川区指定有形文化財。中村の阿弥陀如来座像は、平安時代後期のもの、脇地の観音菩薩立像と、聖子菩薩立像は、南北朝時代に増留されたとみられる。 炎福寺、道引地蔵町経山寿命院、炎福寺江戸川区西一の江三丁目28番13号。大英二年県名法院が解散した、新温州と与山派の寺院だが、それ以前から草案があったとされる。本尊は、木造炎、明地蔵菩薩座像、室町木の領運による作と伝わり秘仏である。明治から、大正時代には、炎福寺の盆踊りが有名だった。 昭和48年に混流された門前の六地蔵は、道引地蔵と称する。船堀日枝神社、藤塚と、力石船堀日枝神社江戸川区船堀六丁目七番二十三号。慶長十九年船堀神殿開発の際に、守護神として、三郎権限を祀ったのが始まりで、旧船堀村東組の鎮守。祭神は、国のとたちの村、左右正殿に春。 日大明神と稲荷大明神を祀る。別当は隣接の光明寺で、明治6年に、日枝神社と改称した。境内には、江戸川区の登録有形民族文化財が二つあり、一つは、明治25年に、藤戸登山校により作られた富士塚で2基の石碑が立つ。この富士塚は他とは違い、森土の形が独特な湾上で、全山木石に覆われている。なお、 登山校は明治時代に廃絶した。もう一つの文化財は十五期の力石群。日枝神社は江戸川区域では代表的な力比べが行われた神社で、明治二十三年建立の力持ちの石踏みも残る。また、明治三十年に建立された星のり創業記念碑もあり、かつてのりが江戸川区の特産だったことを伝えている。光明寺。 不動明王岩病にご利益と、香山王道院、光明寺江戸川区船堀六丁目八番十八号。慶長19年各戦が解散した、新温州と与山派の寺院。雲切れ不動村を誕生して、天下太平、五国豊上、病災少女の駒修行を行ったのが始まり。門前の道が横丁に入る通路となっていたことから、王道の不動様とも呼ばれた。 光明寺の不動明王は眼病にご利益があるとされ、深川から成田山へ向かう旅人も必ず立ち寄ったという。法隆寺、カエルの供養と幸い雲山道館院。法隆寺江戸川区船堀六丁目9番30号。慶長年間に雲誉れ道館法隆が解散した浄土修寺院。本尊は阿弥陀如来。境内には北新一刀流の武芸者。 北島桃源の墓がある。漢文4年建立の三猿が刻まれた青年混合像更新塔と明治31年に建立された大岡有樹聖徳碑は江戸川区の登録有形民俗文化財。大岡有樹は明治8年に船堀村に移り住み私立大岡学校を開いた。聖徳碑は大岡有樹を慕う卒業生たちにより建てられたもの。 現在は月栄保育園を経営。三門前には食用ク津供ト塔が建つ。食用河津は昭和頃から江戸川区内に生息し、池や沼、ハスダ、水田などで繁殖して輸出もされた。昭和25年には年間2万キログラム以上も捕獲されたが、やがて乱獲のため激減した。この供養塔は、 昭和27年東京都食用河津組合が混流。河津の図が描かれた珍しい供養棟である。また境内には大小様々なカエルグッズを展示した棚がある。レトロなグッズも多くディープな雰囲気を漂わせている。上流中流下流中流から下流へのバス移動。ありがとうございます。